やっほー、皆様いかがお過ごしでしょうか。コケンテスでございます。今回は野菜の副菜シリーズ、これ添えてでございます。メインは決まったけど、もう一品なんかちょっと欲しいなっていう時にささっと作れる野菜の副菜。今回はお茄子を使いました。茄子チーズ焼きなんていかがでしょうか。はい、ということでお茄子を2本使って調理したいと思います。で、早速いきますね。ヘタはできるだけ捨てる部分を少なくするために、このようにささがきで、よいよいしょ、こんな感じにしておきますね。もう1本も同様にやっていきましょう。でですね、ちょっと今回は存在感を出したいので、これを半分に切ります。で、縦に3本、これもぐっと貫通させていただいてもいいと思います。1本、2本、3本と、このようにしっかり切り込みをもう貫通させてます。こんな感じでね、味が入りやすく、全部こんな風に切り込みを入れていきましょう。はい、では焼いていきたいと思います。はい、油入れまして、まあ、切ってからすぐに焼くので今回アク抜きをしないですけども、気になる方は水にちょっとさらしていただいて、きれいに水を拭き取った状態で使っていただいた方がいいと思います。ではもうお茄子を炒める料理何回かやらせてもらってますけど、原則は同じです。さっとまずさっと全体に油をまとわせます。まずね、ちょっと油を多めに入れてますよ。全体に油をまとわせてから、そして焼いていくのは皮目の方です。皮目の方からこうやって焼いていくとですね、綺麗な色になりますからですね、絡めて皮目から、これを覚えておいてください。はい、でですね、しばらく焼きましたら、この切り口の方を下にして、色が綺麗でしょ、黒い部分もね。で、裏返しましたら同様に切り口をこんがりと焼いていきます。で、あの茄子って火が入るとどんどん水分が出てきますので、油そんなに入れすぎないでくださいね。そこだけ注意してください。どうでしょう、あー、いい感じ。これぐらいこんがりと焼いてくださいね。いい感じでこんがりになってます。で、これを次は皮目を下にして弱火にします。弱火にしまして、蓋をして、このまま蒸し焼きにして、最高に美味しい状態に仕上げたいと思います。で、蒸し焼きにしている間に、これに合う最高のタレを作っていきたいと思います。ちょっと照り焼きチックなタレ、お醤油、お醤油ベース、お砂糖で甘みとコクをガツンと、みりん、照りつや、お酒で、今回はお茄子は僕はちょっと味噌があるとさらに美味しさが際立ちますと思うんですよね。味噌照り焼きにします。これにあの焼いた茄子を絡めると最高ですぜ、というこんな感じでしっかり混ぜてください。そしてさらに今回は地層で攻めます。くる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 、はい、こんな感じで細切りにしてください。よっしゃ、どんな感じかな、オープン、イエーイ、しっとりと仕上がってございます。で、一旦火を止めまして、で、ちょっとこれ水とかがあるので跳ねます。落ち着いて水分拭き取ってください。このタレを絡める前は余分な油と水分を拭き取るとしっかり絡みやすくなります。で、火を切ってちょっと落ち着かせたら、
タレを入れます。ちょっとねフライパンの温度が上がってるのでここ気をつけてくださいね。いきます。じゃーじゃーで再度加熱。でここでしっかり全体を絡めていきます。この焼いてから蒸し焼きにすることで本当に茄子の良さが出ます。味が染み込みやすくなるしちょっとトロンとなるんですよね。イエーイ。でこの切り口からまた味が染み込むわけですよね。あーすごくトロンとなってます。では仕上げにこのもうあのとろけるチーズ的なやつね、これを半分に切りまして、のっけちゃうのっけちゃう。そして再度蓋をして火を止めまして余熱でチーズをとろりとさせましょう。それではオープンします。オープン。とろけ具合。そしてちょっとタレをかけたりかけたり盛り付け。よい。素敵なナスボート。あーこのトロンってなってるとこ最高ですね。イエイイエイ。最後にこの濃厚なタレをしっかりとかけて自走で仕上げます。好みの薬味のっけてください。イエイ。はい完成しました。これ添えてナスのチーズ照り焼きでございます。美味しそう。それではいただきます。キリッと冷えたお酒でいただきます。これはね、メインを食うやつです。これ本当にこのままメインに持っていってもいいぐらい茄子のあのトロッと感ね。まあ多めの油だけども多すぎない量でしっかり全体絡めてから皮目から焼く。両面焼いて蒸し焼きでトロッとなります。で切り込み入れることによってね、あの味噌照り焼きの中までギュッと染み込んでる。これをチーズがまとめてくれてしそでさっぱり完璧だね。この物語がこれ本当に茄子が嫌いなお子さんとかもいけると思うのでぜひぜひ試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。バイビー。